チャールズ・ドーソンは、イギリスのアマチュア考古学者。1912年に発表した、ピルトダウン人など後に詐欺であると判明する多くの、考古学的及び、古生物学的発見を主張した。三人兄弟の長男であったドーソンは、小さい頃に、ランカシャーのプレストンから、サセックスのヘイスティングスへ引っ越した。はじめは父を継いで弁護士として勉強しており、 化石の収集と研究を趣味として追求していた。一見重要とも思える化石を多く発見した。これらの中には、それ以前は知られていなかった、哺乳類の種での地に、ドーソンにちなみ、プラジウラックスドーセナイと命名されたものの早新たな、恐竜三種、新たな形の化石植物がある。大英博物館より、オノラリーコレクターの称号が授与された。 これらの重要な発見により、ロンドン地質学会のフェローに選出され、新たな発見をした数年後の1895年に、ロンドン考古協会に選出された。1916年サセックスのルイスで、敗血症により、創生した。ピルトダウン人の頭蓋骨のレプリカ1889年、イギリスで設立された最初の自主的な博物館友人グループの一つである。 ケースティングズストリート・レナードス・ミュージアム・アソシエーションを共同で創設した。ドーソンは人工異物や文書の取得を担当する博物館委員会の委員として自主的に働いた。彼の考古学に対する興味は大きくなり、また彼は目覚ましい発見ができるという超人的な技を持っており、ザ・サセックス・デイリーニュースは彼をウィザード・オブ・サセックスと名付けた。 1893年、ドーソ村はチチェスター近くのラボーンで、戦死時代、ローマ時代、中世の人工遺物が多くある奇妙な角石鉱山を調査し、ヘースティングス城下の2つのトンネルの奥深くまで調べた。同年、大英博物館にボポートパークで見つかった人像で、その時代には得意の鉄でいられたローマ時代の像を送った。 この後には奇妙な形の柄付きの新石器時代の石符や保存状態の良い古代の木造の船など発見が相次いだ。同村はルイス採石場の作業員により発見されたと主張していた穴の中の引き返る古代の採石場を研究し、バイユーのタペストリーを再分析し、1909年にヘイスティング場の研究を作り出しこれは当時最も信頼性のあるものとされた。 あとに、サセックスで、ペビンジー城で、イギリスのローマ人による占領の最終段階の偽の証拠を見つけた。ドーソンは、自然界の普通ではない要素を調査し、角石段階の中で石化した引き返りを提示し、イーストサセックスのヒースフィールドで大量の天然ガスが供給されているのを発見し、イギリス海峡の大海蛇を報告し、新種の人を観察し、 奇妙な金魚と恋の雑種を発見した。ロンドンへのゼッペリン攻撃に対する抑止力として臨行弾丸の実験をしていたという報告まであった。多くの発見が認められ、1895年にロンドン考古学会のフェローに選出された。31歳の時、大学の学位なしで、会 g s 会 SA となった。最も有名な発見は、 1912年になされ、人と他の大型類人猿との間のミッシングリンクとして主張されたピルトダウン人の発見である。ドーソンはナイトを受けようとしなかったが、他の多くの者のはピルトダウンの発見はそれに値するものと考えていた。また、王立協会にも選出されていない。1916年に亡くなった後、ピルトダウンでそれ以上の発見がなされることはなかった。 ピルトダウン人発見についての疑問は当初からアーサー・キースによってだけでなくアメリカやヨーロッパの古生物学者や解剖学者によっても定義されていた。この化石の弁護はロンドン自然史博物館のアーサー・スミス・ウッドワードにより引きられた。議論は時に独々しくなり、発見にことを唱える人々への反応はしばしば個人的に悪態っぽくなった。 ピルトダウン人への意義は1920年代に再度定義されたが再び知りけられた。1949年、ピルトダウン人とその信憑性についてさらなる疑問が投げかけられ、1953年にピルトダウン人がデマであるという最終的な証明につながった。それ以来同村の他の発見物の多くも偽造され埋められたものであることが示されている。 2003年、ボーンマスユニバーシティのマイルズ・ラッセルが、ドーソンの古物コレクションの調査結果を発表し、少なくとも38の標本が明らかな偽物である、ことが結論付けられた。ラッセルは、ドーソンのすべての学歴が、虚偽、巧妙さ、詐欺、ペテンにより構築されたものであり、最終的に得たものは、国際的な認知であると指摘している。2016年、 イギリスの研究者のチームは DNA 研究を使用してピルトダウン人の起源に対して追加の証拠を提供した。彼らはドーソンは一人で行動した可能性が高く虚偽を実行するのに十分な科学的知識を持った加害者の疑惑のあるグループの中で唯一の人物であると結論付けた。ありがとうございます。